白雲神社は、京都府京都市上京区京都御苑内にある神社。旧社格は無格社。明音部在店と称する一木島姫の命で、西音寺家が、琵琶の宗家であることから、音楽の神として祀られてきた。白雲神社は、旧西音寺家の鎮守者であり、1224年に、西音寺工業が、北山殿造営に再始建立した、明音堂に由来するとされる。後に、 赤八幡京国寺にも鎮座され、1769年、西園寺帝と共に、御苑内に移った。明治以降、西園寺家が東京に移り、白雲神社と称されるようになった。1869年、西園寺金餅はこの地に、私塾、立命館を開いたことでも知られる。1939年、京都絹笠村当寺院技焚きが花にあった。 西園寺金持の別邸、一万助邸を購入した、薄井万太郎は、邸内の一宮に、京都御苑内にある西園寺家本邸の白雲神社の分霊を誕生した。一万助邸には、竹が植えてあったことから、この別邸を気に入っていた、西園寺金持はこの別邸にあやかり自らを、地区と号するようになった。白井万太郎氏はこの神邸を、しぐれ案と命名した。 その後、一万助邸は取り壊され、跡地には、長年、採掘事故停止と掘られた石碑が残されるのみとなった。この石碑も2002年前後に撤去されたが、現在は、学校法人立命館に保管されている。ありがとうございます。